どうも、こんにちは。ここは横浜線の橋本駅ですが、こちらのホームは神奈川の偉大なるローカル線、相模線ホームです。最近231系新型車両が導入されたのと205系100周年記念号が走ってますので乗り比べてみたいと思います。運用は調べました。この時は E131 系で、日本語200周年記念号が走ってます。それでは E131 系は初めてなので、チェックしてみます。乗降確認カメラが設置されてます。本日も JR 東日本をご利用くださいましての列車は、9時44分発、各駅停車、茅ヶ崎行きです。新車のためピカピカですね。3月よりワンマン運転となります。2両目と4両目がモーター車、ドアボタンです。4両目がモーター車、動力を分散したか。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。5番線に停車中の電車は9時44分発、各駅停車茅ヶ崎行きです。それでは乗ってみます。ご乗車ありがとうございます。この際にはドア横のボタンを押してください。閉めるのボタンを押すときには周りのお客様にご注意ください。 This is a 相模 line train for 茅ヶ崎。Please push the button by the door to get on and off the train. When you use the close button, please be careful of other passengers. 内装は E233 とかとそんなに変わりません。橋本を出ると結構都会の風景。住宅街を走ります。原島まで対向列車待ち合わせ。この列車の日本語の、なので、100周年記念号でしょうか。海老名と厚木で途中下車して、100周年記念号に乗ります。宅地を開発してますね。なんか田舎の風景になってきました。また対向列車待ち。乗り遅れないようにします。
まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。素晴らしい田園風景が続きます。ここは本当に神奈川。The next station is Emina. The doors on the right side of the station. Please change your for the Odaki line and the Tokyu line. When you get off the train, please push the button by the door. 降りる際は車内に忘れ物をなさいませんようご注意ください。海老名で途中下車、小田急と相鉄に接続します。ドアが閉まります。ご注意ください。面白いです。神奈川の偉大なるローカル線、新型車両の登場し100周年記念。相模線の駅は小さいですね。小田急の駅は大きいですけどね。ララポートで休憩します。これで1駅、厚木まで行きます。ドアが閉まります。ご注意ください。さっさと乗ります。全面展望してみます。寒い、誰か閉めて。次は厚木です。The next issue is 厚木。The next station is Atsugi. The door is on the right side of the line. Please change your for the Odaki line. When you get on the train, please push the button by the door.厚木で下車してみます。
初めて厚木で下車。小田急と、共用で小さい。ここが駅の入り口。相模線の上を小田急が、走ってます。の電車が止まってます。相模線は昔は相鉄でした。予定通り100周年記念号がやってきました。モーター付き車に乗ってみます。この音もしばらくすると聞けなくなります。ご乗車ありがとうございます。茅ヶ崎行きです。畑が結構多い。鮭でございます。ドアはボタン式です。右横にございます。緑の開くのボタンを押してたわけです。透明の海老名ジャンクションですね。くらみ駅到着。新幹線が通過してます。乗り遅れないように注意。ドアが閉まります。ご注意ください。主要駅寒川です。もう少しで終点。車内は混雑してきました。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。茅ヶ崎には終点の茅ヶ崎11時27分終点茅ヶ崎11時27分茅ヶ崎に到着しました。もうすぐ引退する独特の顔した205系をチェックしてみます。終着駅。205系は中間に用が、モーター車。
それでは発車を見送って終了とします。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。